神宮寺雄太、平野翔、岸くんの熱狂。伝説のフェスを完全網羅。ファン必見の興奮映像。夢のフェスが実現。ファン必見。今年の夏、日本中のファンが心待ちにしていたフェスがついに開催され、参加者たちは興奮と期待に胸を躍らせていた。その中でも特に注目を集めたのが、神宮寺雄太、平野翔。 そして岸くんという3人のアーティストたちだ彼らは、それぞれの個性と魅力を存分に発揮し、多くのファンを魅了してきた。しかし、今回のフェスでは、彼らのパフォーマンスに一層の期待が寄せられていた。これまでの活動を通じて、彼らは多くの困難を乗り越え、その度に新たな成長を遂げてきた。今回のフェスは、そんな彼らの成長を象徴するようなイベントとなるだろう。 神宮寺雄太は、これまでの活動を通じて、その柔らかい笑顔と優しい性格で多くのファンを魅了してきた。彼のインスタグラムストーリーには、ファンからの応援メッセージが絶え間なく寄せられており、その中には彼のまつげが、ふさふさすぎる長すぎるという声も多く見られた。ファンたちは彼の見た目の可愛らしさに注目しつつも、彼がどんなパフォーマンスを見せてくれるのかという期待感も高まっていた。 神宮寺は常にファンの期待に依頼ようと努力しており、その姿勢が多くの人々に感動を与えている。一方で、平野翔は、その圧倒的なカリスマ性とパフォーマンス力で知られている。彼の一挙手一投足には、多くのファンが目を奪われ、その存在感は他の追随を許さない。彼のインスタグラムには、彼がどのようにしてその圧倒的なパフォーマンスを生み出しているのかについての質問が寄せられており、 彼の才能に対する尊敬の念がうかがえる。平野は常に新しい挑戦を恐れず、自分自身を超えるべく努力を続けている。彼のその姿勢が多くの人々に勇気と希望を与えている。そして、岸君はその明るく親しみやすい性格で多くのファンから愛されている。彼はどんな状況でも笑顔を絶やさず、周囲を明るく照らす存在だ。彼のインスタグラムには、 彼の日常の一コマや、ファンへの感謝の気持ちが綴られており、それがファンたちとの距離を縮めている。岸君は、ファンとの絆を大切にし、常に感謝の気持ちを忘れない。その姿勢が、多くの人々にとっての励みとなっている。今回のフェスは、そんな彼ら3人が集結し、最高のパフォーマンスを見せる場となる。しかし、その裏には多くの努力と準備があった。彼らは、 それぞれの個性を生かしつつ、チームとしての一体感を高めるために、多くの時間を費やしてきた。リハーサルでは、細部にまでこだわり、完璧なパフォーマンスを目指していた。その姿勢は、ファンたちにとっても大きな励みとなり、彼らがどれだけこのフェスに欠けているのかが伝わってきた。しかし、今回のフェスはただのパフォーマンスにとどまらず、彼らの成長と変化を感じさせる場ともなった。神宮寺は、 その優しさと落ち着きをさらに深め、平野はそのカリスマ性をさらに研ぎ澄まし、岸くんはその明るさと親しみやすさをさらに強化した。彼らは、それぞれの個性をより一層引き出しつつも、チームとしての一体感を感じさせるパフォーマンスを見せた。その結果、フェスに参加したファンたちは、彼らの成長と変化を目の当たりにし、感動の涙を流すこととなった。このフェスを通じて、彼ら3人は、 ただのアイドルではなく、一人のアーティストとしての地位を確立した。彼らは、これまでの活動を通じて、多くの人々に勇気と希望を与えてきたが、今回のフェスでは、そのメッセージが一層強く伝わった。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントにとどまらず、多くの人々にとっての励みとなり、彼ら自身もまた、新たなステージへと踏み出すこととなった。フェスの終了後、 彼らはそれぞれの SNS で感謝の気持ちを綴り、ファンたちへのメッセージを発信した。神宮寺は、皆さんのおかげで最高のステージができました。これからも応援よろしくお願いします、と感謝の気持ちを表し、平野は、皆さんの応援があったからこそ、今日のパフォーマンスができました。これからも一緒に成長していきましょう、と決意を新たにした。岸くんは、皆さんの笑顔が僕たちのエネルギーです。 これからも一緒に楽しんでいきましょうと、ファンたちへの感謝の気持ちを伝えた。彼らのメッセージには、これからの活動への期待と決意が込められており、ファンたちはその思いを受け取った。そして、彼らの成長と変化を見守りながら、これからも応援し続けることを誓った。彼らのパフォーマンスは、多くの人々に感動を与えただけでなく、新たな可能性を感じさせるものであった。彼らはこれからも成長し続け、 その度に新たな挑戦を続けていくだろう。フェスが終わった後も、彼らの話題は絶えず、多くのファンが彼らの今後の活動に期待を寄せている。そして、その期待に応えるべく、彼らはさらに努力を重ね、新たなステージへと向かっていくだろう。彼らの成長と変化は、ファンたちにとっての励みとなり、これからも多くの人々に感動を与え続けるだろう。今回のフェスは、 彼らにとっての新たな出発点となり、多くの人々にとっての忘れられない思い出となった。そして、彼らはこれからも新たな挑戦を続け、その度に新たな感動を生み出していくことだろう。彼らの成長と変化を見守りながら、これからも応援し続けることが、ファンたちにとっての楽しみとなり、彼ら自身にとっての力となるだろう。このフェスを通じて、彼らは新たな一歩を踏み出し、 これからも成長し続けていくことを誓った。彼らのその姿勢が、多くの人々にとっての希望となり、これからも多くの人々に勇気を与え続けるだろう。彼らの成長と変化を見守りながら、これからも応援し続けることが、ファンたちにとっての喜びとなり、彼ら自身にとっての力となるだろう。彼らの今後の活動に期待しつつ、これからも応援し続けていこう。フェスが終わった翌日、 SNS では彼らのパフォーマンスに関するコメントがあふれていた。ファンたちは口々に感動を語り、彼らがどれだけ努力を重ねてきたのか、その裏側を想像しながら、さらなる応援の声を上げていた。神宮寺雄太の優しさに癒されたという声、平野翔の圧倒的なカリスマ性に圧倒されたという声、そして岸君の明るさに元気をもらったという声が数多く見受けられた。それぞれのファンが、 自分にとっての特別な瞬間をシェアし、互いにその感動を分かち合っていた。また、彼らのパフォーマンスだけでなく、ステージの演出や衣装、照明など、細部にまでこだわった演出についても多くの賞賛が寄せられていた。彼らの個性を最大限に引き出すための工夫が随所に施されており、その完成度の高さがファンタチの心に深く刻まれた。ファンタチは、彼らがどれだけこのフェスにかけてきたのか、 その熱意と情熱を感じ取り、さらに強い絆を感じることができた。特に印象的だったのは、神宮寺優太が披露したソロパフォーマンスだ。彼はその柔らかい声と表現力で、観客を魅了し、感動の涙を誘った。彼の歌声には、これまでの経験と努力が込められており、その一音一音が聞く者の,の心に響いた。彼のパフォーマンスは、ただ美しいだけでなく、 心に残るメッセージを届けるものであり、多くのファンにとっての特別な瞬間となった。一方、平野翔のパフォーマンスでは、そのダンスパフォーマンスがひときわ注目を集めた。彼の身体能力と表現力は他を圧倒し、そのダンスはまるで一つの芸術作品のようだった。彼はそのダンスを通じて、言葉では表現できない感情を伝え、多くの観客を魅了した。彼のパフォーマンスは、 単なるエンターテイメントを超え、観客に深い感動を与えるものであり、多くのファンがその瞬間を永遠に忘れないだろう。そして、岸くんのパフォーマンスは、その明るさとエネルギッシュな姿勢で観客を巻き込んだ。彼はステージ上でのパフォーマンスだけでなく、観客とのコミュニケーションを大切にし、その場の空気を一気に盛り上げた。彼のパフォーマンスは、ファンたちに元気を与え、笑顔を引き出すものであり、 その瞬間、会場全体が一つになったような一体感を感じさせた。彼のその姿勢が、多くのファンにとっての元気の源となり、彼ら自身のエネルギーとして帰ってきたのだ。彼ら三人のパフォーマンスは、それぞれの個性を最大限に引き出しつつも、チームとしての一体感を感じさせるものだった。彼らのパフォーマンスは、ただのアイドルとしての活動を超え、アーティストとしての新たな一歩を踏み出す瞬間であった。 彼らのその姿勢は、多くのファンにとっての希望となり、これからも成長し続ける彼らを応援し続ける決意を新たにさせた。フェスの終わりに近づくにつれて、会場の雰囲気はますます高揚し、最後のパフォーマンスに向けてファンたちの期待は最高潮に達した。彼らはその期待に応えるべく、全力で最後のパフォーマンスを披露し、その瞬間、会場は感動と歓声に包まれた。彼らのその姿勢は、 ただのパフォーマンスに止まらず、多くの人々に勇気と希望を与えるものであり、その感動は長くファンたちの心に刻まれることとなった。フェスが終わった後も、彼らの話題は絶えず、SNS では彼らのパフォーマンスに関するコメントが溢れていた。ファンたちはその感動を語り合い、彼らがどれだけ努力を重ねてきたのか、その裏側を想像しながら、さらなる応援の声を上げていた。神宮寺勇太の優しさに癒されたという声、 平野翔の圧倒的なカリスマ性に圧倒されたという声、そして岸くんの明るさに元気をもらったという声が数多く見受けられた。それぞれのファンが自分にとっての特別な瞬間をシェアし、互いにその感動を分かち合っていた。このフェスを通じて、彼らはただのアイドルではなく、一人のアーティストとしての地位を確立し、多くのファンにとっての希望と勇気を与える存在となった。彼らはこれからも成長し続け、 その度に新たな挑戦を続けていくだろう彼らのその姿勢が多くのファンにとっての励みとなりこれからも応援し続けることがファンたちにとっての喜びとなるだろう彼らの今後の活動には一層の期待が寄せられているファンたちは彼らの成長と変化を見守りながらこれからも応援し続けることを誓ったそして彼らがどのようにして新たな挑戦を続けていくのか その一歩一歩を共に歩んでいくことを楽しみにしている。彼らのその姿勢が、多くの人々にとっての希望となり、これからも多くの人々に勇気を与え続けるだろう。フェスが終わり、新たな一歩を踏み出した彼らの未来に期待しつつ、これからも応援し続けることが、ファンたちにとっての最大の喜びとなるだろう。彼らの成長と変化を見守りながら、これからも応援し続けていこう。 彼らがどのようにして新たな挑戦を続けていくのか、その一歩一歩を共に歩んでいくことが、ファンたちにとっての楽しみとなり、彼ら自身にとっての力となるだろう。彼らの未来に期待しつつ、これからも応援し続けることが、ファンたちにとっての最大の喜びとなる。